ちなみに撃とうとすると気力足んねえや。パン足りてんけど気力足んね、足りてねえや。うわー、気力が足んなかったな。アポロ記録なくなっちゃう。法律しとるやついるか。こっちか。今日申し訳程度に最高級持たせてるんですけど、まあ悪くないかもしれないね。ここ削ろう。当たるかな。一体だけか。かなぁ。パラント。よし。倒すのもったいねえ。絶対反撃で倒せるから。どっちかっていうと格闘伸ばしてんだよね、キングゲイナー。俺も半端。よいしょ、足りねえ。
当てた、ナイス。ちょっとあれ倒せばいいんだもんね。いやーこのターンで打つの多分きついな。うん、何ターン目だっけ、4ターン目か。次で終わらせないとな。まだ全然ダメージ入ってないやついるじゃん。あとは勝手になんかね、自滅してくれると嬉しいな。あ、喧嘩してた。叩き打ち。ブーメラン型ナイフとかいうあの最弱の攻撃で。あしらわれていく。どうしようかな。あ、いい。お、当ててくるかい。やっぱセブンスペル打つほうが残らなかったな。だから大体なんかどっちもこいつもすげえ中途半端に残ってすげえ気になるけど。ラストターンということでやれることは全部やろう。そうなんだよね、もうちょっとこう
この辺活用しなさいよって話なんだよね。これマジ優秀。注文使える人は使っておこう。また集中。全員が使う必要はないだろうけど。まあ、誰がどの状況かっていうのを見るのめんどくさいからね。やれなそう。やめた。掘りねえか。あ、でもなんかばっちゃん船だから高えだろう。今さら。届かねえな、全然。言うとこもねえもんな。
こいつしかいねえ。あと敵勢力が3種類。あれ、あと甲府入って誰だ。ここら辺ね。これでとどめさせるから、これでポンってあれ取ろう。あとトシやチームがポン入ってるはずだから、じゃああとガロールでとどめさせておいた。そんな高くね。いやボーナス5万、あんま高くないけどまあしょうがないか。ハートだからいろいろ安いんだよな。はい、ということでわざなかったとかな。お、いろいろガレチャイルが買っとった位置を使わんかもしれんけど、ここブリキのおもちゃよりと高いんだっけ。今更これ売却したところでっていう感覚でもあるんだよな。うん、文字がなかった、金魚だった。はい、多分だね、アテナが来てるの。このアテナも育成して編成しないといけないのと、あとは短期強制になったので、なんか3期適当に感染させようかなって感じですよね。うん、あ、なんかうまいことまたパーティー組んでおきたいと思います。はい、ではスーパーロボット対戦 Z 実況プレパート316、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てください。